陸上自衛隊水陸機動教育隊は、長崎県佐世保市にある藍浦駐屯地に所在する陸上自衛隊水陸機動団霊下の教育隊である。水陸機動団の新編以前、同団の前身にあたる西部方面普通科連隊には、水陸両用船に関する教育課程が複数存在しており、2013年5月からは第一空挺団の基本降下課程のように、 陸上自衛隊正式の教育課程となっていた。2017年3月、翌年に控える段新編に伴う人員像に備え西部方面隊直轄の教育隊として新編。2018年3月27日、水陸機動団の新編に伴い移動団例化となる。先編分遁地解説に伴い、第二教育課が先編へ移駐した。 上陸訓練を行う西広司連の隊員。手にしているのは訓練用ラバーガン。ブーニーハットをかぶっているが現在ではプロテック社のバンプヘルメットも使用されている。東京育体には水陸両用船に関する教育課程が複数存在しており、2013年5月からは第一空挺団の基本効果課程のように陸上自衛隊正式の教育課程となっている。 特に水陸療養家庭については、西広司連の隊員全員が取得する科目となっている。なお、水陸療養気象、養上潜入気象、低調気象をすべて付与された隊員には、水路潜入気象が付与される。ただし教育隊では、水陸療養家庭1回で80人の教育しか行えておらず、今後は、教育部隊の拡充や、教育内容の変更、 さらに AV7 を運転するための大型特殊免許や、船舶免許を隊員に新たに取得させる必要があると思われる。なお、2017年の自衛隊法改正にて、船舶法などの適用除外にあたる第109条、第110条が改正された。これによると、陸上自衛隊の使用する船舶が、船舶法、 小型船舶の登録等に関する法律の対象外となったほか、これを操縦する隊員が船舶職員及び小型船舶操縦者法の対象外となった。ありがとうございます。